着か並んでた時に一番最初に目に入ったのがこれで、なんか色合いとかこの腰の部分とか残ってて、なんかすごい形が可愛らしいワンピースだったので今日着れて嬉しいです。なんか乃木坂の場合はなんかお姉さんメンバーの方が子供っぽいところがあって、こうお姉さんメンバーで笑ってたり遊んでたりすると、そう逆にその年下の子たちの方が大人っぽくて突っ込まれたりとかをするんですけど、でも本当みんな若くてエネルギッシュなので負けないように頑張っていかないとなと思います。雨の日はたまにだったらいいんですけど、毎日だとこうドヨンとしちゃいますね。家とかにいて晴れだったら今日休みだから買い物行こうかなってなるけど、雨だったら家でなんか DVD とか見てようかなってなっちゃいます。初めての立ち位置なので、なんか9枚目は自分の中でもまた新しい発見とか、こうその場所でいろんなことを学んで吸収していけたらいいなって思うのと、次で、まあ、早い話なんですけど、もうあっという間に10枚目なんだと思って、その次はなので、その1個前の9枚目ということで、10枚目で多分きっとある種集大成のようなものを作っていかないといけないと思うので、9枚目はもっとそれに向けてどんどんみんなでパワーアップして、また夏のシングルなのでいいものを作っていけたらいいなと思います。